皆さんこんにちは。R 六十五不動産の山本です。 今日はですね健康寿命を延ばすなら高齢者向けコワーキングスペースはどうかっていうことでお話ししていきたいと思います今日のアイデアは高齢者向けのコワーキングスペースっていうことを考えましたまあ実際はご高齢の方弊社が65歳以上の方によくお会いするので結構聞くんですけれどもどっかで働きたいっていうことを結構言われるんですねあのボランティアもいいんだけど物足りないとある65不動産で働かせてもらえませんかってことを結構言われるんですねでそういった話もあれば実は 自分も起業してみたいと、65歳を超えてるんだけれども起業してみたい、まあ、起業願望があったりとか、あとは OB 同士で何か事業ができるんじゃないかっていう話もよく聞くんですね。これは別に差別じゃなくてなんですけれども、男性の方があの今のところ、今、えー、と定年退職を迎える方だと、男性の方が、えー、と地域に居場所がないっていうところがあの統計的に言われています。これれはは何かかっってていうとと実際に今までででずっと企業で働かれていたので、まあ、土日は家で ゆっくり休んで平日はずっとあの企業の方に出ていたので地域に居場所がないっていうことをよく言われます。なので老後定年退職した後にやってることって結構テレビを見たりとか図書館で本を読んだり新聞を読んだりっていうことで言われるんですけれども。男性のの方って孤独死の ピークがですね65歳なんですねで女性の方の場合は孤独死のピークが80歳になってるんですこれ何かっていうと実際にあの亡くなられた後に見つけられなかったっていうところが男女で全然違うんですね男性の方の方は65歳もうこれ定年退職した後全然見つけてもらえなかった女性の方は80歳っていうのはこれは地域に友達がいるので比較的見つけてもらいやすかったっていうところがあるんですけれどもやっぱりどうしても男性の方はあの地域に友達が少ないっていうようなことに になっています男性の方ほど地域に居場所がないっていうところが結構データとかでも出ています。 でこの男性の方の孤立っていうところが今すごく問題になっているっていうところが現実でいろんなあの方法で、えー、と行政の方は男性の方を、まあ、男性の高齢者を地域に引っ張り出そうということをやってるんですけれどもじゃあ僕が逆に考えたときに地域に例えば行政の方が出てきてくださいねということで出て行って例えば折り紙を折ったりとか何か体操したりっていうのって、まあ、ちょっと友達がいないとなかなか行きにくいよなっていうのが正直思ったところです。なので 今回考えたアイデアは、まあ、企業の OB が働く場としてのコワーキングスペースというのがどうかということを考えました。 まあ実際ですね、あのまあ、これはもうボランティアとかではなくて、しっかり会員になっていただいて、会員になってもらった結果、ここで実際、事業者さんはマネタイズしてもらってで、会員さんはどん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 会員費を払いながら、起業ができないかとか、事業ができないかっていうことを考えていただくっていうような、コワーーキングスペースペっていいううとところがどうかと思います例えば、ただ毎日行って、新聞読むだけとかでもいいんですけれども、図書館とかに行くよりは、何か働いてるっていうところがあるのであの、いいんじゃないかなっていうふうに思っています。 で、例えば、周りで働いてる人で困ってる人が困ってるっていうところのサインを出しやすくすれば、その、まあ、企業の OB の方、おじいちゃん、おばあちゃんっていうのが、その若い人のために手助けができるんじゃないかなっていうふうに思っています。あの、もう一つの工夫として考えているのが、そこのコワーキングスペースの中には、ベンチャー企業の入居っていうところができるようにしたらどうかっていうことを思っていて、これは何かっていうと、実際今、定年退職後、ベンチャー企業でバリバリ働いてるご高齢の方って、 めめちゃめちゃゃ多いんですねベンチャー企業の中に入ってあるいは製造業の中に入ってあるいは例えば中国とかあの新興国、まあ、まあ中国はもう違いますけれども新興国に行ってですね技術者とししてててバリバリリ働いいいるる人っっうのは結構いらっしゃるんですねなので日本の技術をそのまま持っていって海外で活躍されてる方っていうのもたくさんいらっしゃいますしまあこれ技術だけじゃなくて例えば法務だったり財務だったり人事だったりこういった知識ってベンチャーほど実は必要なん ですけれどもなかなかこれがない例えば広告とか新しいアイディアデザインっていうのは若い人もできると思うんですけれども人事とか財務って本当に知識がいることであのなかなかそこまで手が回ってませんっていう企業の経営者さん特にベンチャー企業の経営者さんだったりとか若い NPO さんとかでは結構あると思うのでここすごくニーズがあるんじゃないかなというふうに思っていますなので例えばですけれどもご高齢の方向けのコワーキングスペースなんですけれどもどっかのベンチャーの顧問になれば コーワーキングの会員費はもう無料になるので自由に使ってくださいねっていうこととかができるんじゃないかなという風うに思っていますまあ、なのでベンチャー企業もシェアオフィスとして入ってくることができるっていうところが一つの機能として入れておきたいところですで最後なんですけれどもやっぱり活躍してる方って健康寿命すごい長いんですよねあと本人もすごくあの元気なのでいいなっていうところを思ってます例えば僕のおばあちゃんって最終的に79歳で亡くなったんですけれどももう乳がんが助からない っていうことで77歳の時まで薬局で働いていて、まあ、地域の薬局これはおじいちゃんがやってる薬局でおばあちゃんが働いてたんですけど、えー、まあ 地域のの周りの人からすごく愛されていてい例えば風邪薬買いに来てえ1個売るのにも1時間ぐらいかかってるんですけれどもそれでも周りの人からすごく愛されてる薬局だったなっていうふうに感じていますえ実際おばあちゃんは当時、まあ、学生だった頃にえその薬学部を主席で卒業するんですけれどもこれってもう50年前に薬学部を女性で主席で卒業するってことってなかなかありえなくてすごく頭のいいおばあちゃんで僕は今でも尊敬してる一人なんですけれどもそんな のおばあちゃんってめちゃめちゃお元気で、まあ、亡くなる直前までも好きなものをすごい食べたいっていうことを言ってたりとか働いてる姿がすごくかっこよくてこんな風な大人になりたいなこんな風に年を重ねていきたいなっていうところ思いましたなんですけど実際やっぱり自分で働くっていうことができない人これって難しいなっていうふうに思っていますなのでまあ企業がしやすいコーワーキングだったりとかベンチャーに参画しやすいただ、まあ、このコーワーキングスペースっていうのがどうかっていうところを思っていますなのでベンチャーと企業 OB すすする場所としてててコワーーキングスペースペっっいいいいううののが作れないかなかううに思っていますででこアアイデアはですね実際自分でもやろうと考えたんですけれどもいろいろ計算してみると個数がかなりかかって例えば OB さんを集めてくる例えばサポーターの企業さんを集めないといけないですし僕ら R65 不動産と一緒に入居したいベンチャー企業も集めないといけないですしあるいはじゃあ場の運営とかは自分たちでやるのかっていうところもすごく考えるのでこういったところだったりとかあとは実際に場を探す時間だったりとか ったりとか、この辺のコー数を考えていくと多分1社でやるっていうのはすごく大変になってくるし大した儲けも出ないただ社会的なインパクトはすごく大きいと思っているのでこれを一緒にやってくれる運営事業者さんとかベンチャー企業さんあとはサポーターの企業さんっていうのを、えー、募集していきたいなというふうに思ったのでこの動画を撮りました、まあ、この動画はですね、まあ、このアイディア自体はもう全然パクってもらってもよくてもしも逆になんかこれをやってみたいっていうところがあればうちもそこに入居したいと思うので ぜひそれはお誘いい。くださいで現状ですね今企画書を書いてるところなのでもし例えば会社の上長とかにこれ決済取りたいんだっていう人がいれば連絡いただければあの企画書をお送りしますのであのお気軽に言ってください。ははい、今日の動画は以上です。